ちは、BA チャンネルの BA です。今日も動画を見てくださりありがとうございます。乙女心が入っている寄せ植えです。撮影は11月の2日。現在うちで育てているまさに取って出しの映像になります。植えた時期も置いてある環境も違う乙女心をご覧いただいています。下葉までぷっくりとしているものもあれば、葉が先だけになって茎がひょろっと伸びているもの、すでにほんの少しだけど紅葉しているものもあります。暑さ寒さにも比較的強くて、寄せ植えにも地植えにもしやすい乙女心。今日はそんな乙女心の地植えコーナーを広げようと思っています。最後までお付き合いよろしくお願いします。BA チャンネル。こちらはすでに地植えにしている乙女心です。乙女心を初めて地植えにしたのは今から2年前。季節はちょうど11月です。地植えにしたきっかけは、こちらの動画で詳しくご覧いただけます。気になる方はチェックしてみてください。今回新たに地植えにする場所は、先日花壇の片付け動画で整理したこちらの場所です。すでにオルトランを撒いて新しく土も追加してあります。その隣の場所の乙女心をカットして挿していこうと思っています。茎の途中で小株ができているときはできるだけ小株の上でカットして残すようにしています。上を切ることで下の小さな小株は成長が促されて早く大きくなります。おととい水やりをしました。カットする前にお水を十分に含ませておくと、発根するまでの期間、葉に水分がたっぷりあるので安心できるような気がしています。ちょっと離れた場所の苗にも下の方に小さな小株を見つけたのでカットしました。ここは今年4月カット苗を挿した場所です。真夏は遮光カーテンの内側ではありますが、結構日差しの強く当たる場所です。屋根もギリギリで雨にも濡れていたと思います。一緒に植えた虹の玉が消えてしまったのに、よくここまで持ちこたえてくれたと思います。カットした苗は下葉をもいで挿しやすくしておきます。もいだ葉は虹の玉などと同じように葉差しとして使えるようです。私はいつも失敗していて、今年も再挑戦しましたが、発芽はするもののその後うまく育てることができませんでした。あとは苗を挿していくだけです。花壇を整理した時に古い根っこを取り除いて新しい土を混ぜ込んであるので、ふかふかな土でとても挿しやすいです。ずいぶんと前に私の好きな多肉をご紹介した動画があって、どの動画かは前すぎて恥ずかしいのでこれ以上は言わないですけど、
ベスト5の中の1位に乙女心を挙げています。そのコメントで、好きだけど増やしたいけどうまく育てられないと言っていて、鉢植えでも地植えにしても増えないというようなことを言っています。それが現在割とうまく育つようになったのは何が良かったのかなと改めて考えてみました。まずは地植え、波板の屋根をつけたのが良かったのかなと思います。丸1日くらいの雨に濡れるのは何ともないですけど、それが3日、4日、5日と梅雨時期のように土が乾く期間がないというのは、乙女心だけに限らず多肉にはあまりよろしくない環境のようです。そして土、花壇の土は下の方に軽石を敷き詰めて、その上に赤玉や鹿沼、軽石、培養土を混ぜた水はけの良い土を入れています。話の途中ですが、この苗、途中の茎が腐って宙に浮いていました。ものすごい気根でいっぱいです。ダメなところを切って、このまま植えたら大丈夫かなと思います。そして話の続き、地植えは雨よけ、霜よけの屋根と水はけの良い土が今日の良い結果につながったんだと思います。一方、鉢植えの乙女心は保水力の高い土に植えるようになってから失敗が少なくなった気がします。地植えは水はけの良い土で、鉢は保水力の高い土、一見真逆のように聞こえる話なんですけど、私の中ではそうでもないんです。我が家の鉢植えや寄せ植えはすべて屋根下にあって、お水のコントロールをしています。他の多肉と同じような水やり回数では、乙女心は水不足でカリカリになりやすい状態だったと思うんです。なので土を保水力高めにしてみました。一緒に植える多肉もお水好きな多肉を選んで、1日くらい雨にさらしても平気なような寄せ植えも作るようにしました。これまでの私の経験では、地植えでうまく育つ多肉はお水が好きというイメージがあります。先ほども言ったように、地植え花壇の環境を整えてうまく育つようになったので、今度は鉢植えの土をそれまでのブレンド土より少しだけ培養土を多めに混ぜた土を使うようにしてみたというわけです。今日広げた乙女心コーナーの今後はまた動画でご報告したいと思っています。今日もここまで見てくださった皆さん、ありがとうございました。リエでした。次の動画までバイバイ。